小くんだけ手を挙げてる。これをロビーに飾ってもらいます。お楽しみに。完成お楽しみに。おはようございます。ねえ、一発目です。なんかついに、でもね、なんかバタバタしすぎてて、あんまり今日がそのカウコンだっていう実感があんまりないんだけど、でもなんか今じわじわ来てます。今日はなんかそれこそステージがすごく豪華で、なんかこんな豪華なカウントダウンコンサート、なんか今年もできて本当に嬉しいなの気持ちでいっぱいなので、なんかとにかく元気で楽しい一日にしたいなっていういろんな思いを込めて思ってるので、なんか来てくれたみんながなんか笑顔になって帰ってくれたらいいなという気持ちで精一杯頑張りたいと思いますので、皆さんぜひ楽しんでってください。そうですね、この新体制になってから初めてのね大きいライブになるんですけど、この本当に会場に来てくれている方はもちろん、配信を今回決定したのも本当に自分たちのこの新しい一歩をこう踏み出すにあたって、その姿をよりたくさんの人たちに見てほしいなという思いで、生配信もすることになって、しかも無料で、なのでなんかそんな自分たちをなんかぜひ見て、またやっぱり応援したいなとか、これからも応援していこうとか、なんかいろいろ思ってくれたらなんか嬉しいなと思っておりますので、ぜひ楽しんで、とにかく楽しんで見てくれたら嬉しいです。そうだね、あとは語り尽くすと長くなりそうなのでこの辺にしておきます。それでは皆さん良いお年を。緊張してます。いや、ね、5人初めてなんで、まずい。必然的に、ね、増えるものがあったり、変わるものがたくさんあったりするんで、緊張してるんですけど、まあ、やりきるっていうのを目標に頑張りたいと思います。はいはい、本番前なんですけど、配信をご覧の皆様、ご来場にお越しの皆様、見せ場を楽しんでいっていただければなと思っております。じゃあ本番で会いましょう。ありがとうございました。頑張ります。おはようございます。でもすごいワクワクした感じはありますね。なんかまだこうステージに立ってないからどんな気持ちになるかわからないですけど、すごいこうポジティブな気持ちではあります。そうですね。大変でした。なんかこのまま日の出を迎えられずに灰になってしまうんじゃないかなって思ってたんですけど、不思議なもので意外と人間って頑張ったらできるんだなって思いました。今日来場される方、そして配信をご覧になっていただける方、
メセモア、そしてのぞき弁当、本当に、頑張ってこのカウントダウンコンサートを作り上げてきましたので、たくさんたくさんミーティングとか話し合いも重ねて、自分たちでたくさんたくさんいろんなことを決めて頑張ってきましたので、ぜひ楽しみにしていてください、そして、今年1年本当にありがとうございました、今日のカウントダウンコンサートが、来年からの弾みになるように、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。良いお年を。新リーダーおはようございますおはようございますはい、メセモアの2代目リーダー気まぐれプリンスです。皆さんいかがお過ごしでしょうかそうですね、時間が限られてる中で、でもその中でやっぱ最大限のことをしたいっていう気持ちがもうみんなの中であったので、本当に考えて作ったみんなで、でこういう思いをこう届けられたらいいなとか、こういう歌詞をなんかこのタイミングで聴いてもらいたいなとか、なんかそういう曲があったりすると思いますので、なんかみんなの胸にこう届いたらいいなという思いでいっぱいなんですけど、でもそのためにも落ち着いてやりたいなって、そのトミタンがそのツイッターでこの前言った X で言ってたんですけど、なんか全曲初披露の気持ちみたいな、今まで歌ってきた歌曲なんですけど、でも本当に一つ一つが初披露のような気持ちで多分今日は臨みますので、なんかみんなにもなんかそんな新鮮な感じに届くのかなっていうふうには思っています。はい、でもなんか正直カウコンの練習が始まった頃は結構不安というか、なんか大丈夫かなみたいな気持ちが始まる前は結構多かったんですけど、でも練習がこう重ねていって2年が終わって最終の練習が終わった時に、あ、なんかいい意味でいつも通りの自分でいられそうというなんか感覚が持てた。なんか例えばちょっとミスしちゃってもなんかズーンとかじゃなくて、こうみんなでちゃんとカバーし合ってみたいな、こうメセモアらしくこう最後までいけるんじゃないのかなっていう、なんかそういう気持ちが今あるので、今はちょっと落ち着いています。始まる前なんですけど、なんか、緊張はあんましてないです今だから。そうですね、いやー、なんかこう横浜アリーナが終わって今日までもう本当にみんないろんなことをたくさん考えてくれたと思うんですよね。だからその今日のカウコンを見てもらって、なんかこうまたみんなになんか違った気持ちというか、そういうのがもし生まれてもらえるのであればすごく嬉しいなって思うし、でも何よりもその自分たちが早く5人のステージに立ちたくて、でみんなに会いたくて今回カウコンをしてもらったっていう経緯があるので、みんなに今はとても早く会いたいと思ってます。で会ってなんかこう安心って言ったらちょっと言葉あれなかもしれないんですけど、でもそういう風に5人のメセマーも楽しそうだなとか、なんかそんな風に思ってもらえたら嬉しいなって思ってます。なので皆さん熱いエールをよろしくお願いします。それでは皆さん良いお年を。ありがとうございます。そうですね、5人体制になって初めてのライブなんで、まあいろいろそうですね、まあ、PP なことも多いかと思いますけれど、5人で頑張れたらいいなって思います。まあ確かに
そうですね、横割り終わってから全然準備の期間もないところでのこの背取りだったんで、すごいまあドタバタだったんですけど、まあなんとか全員が全員多分形にはなってると思うんで、そうですね、みんな超頑張ってるんで、全員分見てほしいですね。楽しみですね、単純に。やっぱり一発目っていうのもあるんですけど、見てくれてる子たちの見方も多分全然違うと思うんで、まあ、その状況で、まあ、自分たちがどれだけできるかっていうのがすごい楽しみですね。5人ですごい力を合わせて楽しくライブできたらなって思います。年の瀬にありがとうございます。見ていただいて、僕たち5人になってからも誠心誠意しっかりとやっていきたいと思ってますので、ぜひぜひ見届けてください。よろしくお願いします。配信見てね。これから握手会行ってきます。よろしくお願いします。